今日はアメリカ最古の図書館、ボストン公立図書館の中にあるティールーム、コートヤードティーにアフタヌーンティーをいただきに行きます。私の自宅からはだいたい車で15分から20分ほどでボストン市内に出れます。左側に見えるのはコモンウェルスアベニューといって、パリのシャンゼリゼ通りをモデルに作られた道だそうです。コープリースクエアに到着。こちらがそのボストン公立図書館です。 OK! Let's go!ボストン市内は車の路中スポットを見つけるのが結構大変なので、到着がギリギリになってしまいました。ここはティールームからも見える中庭、ね、コートヤードです。 Yeah. So nice. アフタヌーンティーをいただくティールームの手前のお部屋はバーになっていて、カジュアルにお茶やカクテルを楽しむお部屋になっているんですけど、こんな格式の高い図書館でカクテル飲めるってすごい素敵ですよね。 Can I take a video? Yes, please. さすが図書館、メニューが一人一人違う本に挟まれています。私たちは結構早い時間の予約だったので、お客さんも少なくてとっても落ち着いた雰囲気でした。Thank you. Wow. めちゃくちゃいい匂い。すっごくいい匂いがする。私はブルーフラワーアールグレイ。アダムは何？うん、いいね。Every quarter cheese star. This is English cucumber with lemon cream cheese, Virginia ham with pimento cheese, biscuit bread, and Greek chicken salad. Ooh. This is the peripherals. This is passion fruit cheesecake, macaron. This is apricot macaron. The green is matcha macaron. Chocolate raspberry tart. Okay.順番はどう食べてもいいらしいけど、おすすめはスコーンから始めるのがいいそうです。ロブスターロールだ。幸せ。花乗ってる。Very cute. Yeah, かわいい。食レポお願いします。食レポ、わかる？ The eating of the... Japanese way で。あ、OK。ではちょっとしょっぱい系のご飯系のね、何個かいただいたので、ここでスイーツを挟みたいと思います。ではこのねチョコレートタルト、こちらいただこうかなと思います。では行ってみます。おいしい。すごく濃厚で、口いっぱいにチョコレートとラズベリーの香りが広がります。
てん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 、ロブスターロール来た。てん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 、ちっちゃ。でもお持ち帰りもできるそうなので頼んでみましょう。私は仕上げに抹茶ラテいただきます。アダムはいらないの？うん、大丈夫。 Or you can have some sip. Yeah. ウェイターさんたちがこの後残したご飯をとっても素敵に包んでくれました。アメリカだと結構残した食べ物を持って帰るという習慣があるので、恥ずかしくなくこうやってお持ち帰りを頼めるのはめちゃくちゃありがたいですよね。ボストン公立図書館の中はいい撮影スポットがいっぱい。情緒があるので着物を着ていっても本当にぴったりなんですけど、ただ、こちら立ち止まっての撮影はあまり良しとされていないので、結構いろいろ場所を動き回ってサクサクっと撮らないといけないのがミソですね。 OK、 ハイティーいかがでしたか？素晴らしかったです、ねえ、うん、美味しくて、yeah. ゆっくりできるし、特別な経験だし全部美味しかったです。アトマスフィアーズGreat, ne? Yeah, すごく really nice. And the food is delicious. Yeah. And the tea is delicious. Yeah. Especially Earl Grey が美味しかったかな。Yeah, what was that? The white? Yeah, blue flower. Earl Grey. ぜひぜひみんなも行ってみてくださいね。バイバイ。